トムロフトのレース場と飼育日誌、ハトと一緒に遊びましょう。おはようございます。9月11日水曜日の朝です。今日の空模様です。今日の天気は晴れ、風は弱い南風です。今日の東京の日の出時間5時21分、日の入りが5時55分ということで、だんだん昼間の時間が短くなりつつあります。しかし気温の方は真夏並み、今日も蒸し暑い朝になってます。出社口を開けまして外へ出てきました。鳩の方は飛び上がらないで厩舎の屋根の方に徐々に移動を始めてます。今日も飛び上がらないんですね。お、少し飛び上がったなかなか勢いよく飛び上がってくれません。自分からこうやって先に飛び上がる鳩、飛びたいんでしょうね。いい子いい子です。まだ屋根の上にはいっぱいいて飛び上がりません。お、やっと飛び上がった。今日は30秒ぐらいかな、飛び上がるのにちょっと手間がかかってます。飛び上がった鳩は相変わらず順調ですね。元気よく徐々に徐々に高度を高めようとしています。お、また次々飛び上がってますね。この鳩たちも上空に上がっていくと思います。今日は蒸し暑いです。気温が 27.1 度ありますね。いやー、ここに来てまた気温の上昇する日々が続いてます。早くこの暑さ収まってほしいです。飛び上がったハッタチ、今日も上空に上がって集団となって飛び始めてます。集団となってからは厩舎の周りをぐるぐるというよりは徐々に南西の方向ですね。最近よく行く方向なんですけども、南西の方向へずっと飛んでいって見えなくなりました。ただいまの時間6時5分になりました。遠征時間25分で戻ってきた鳩です。単独で飛翔ですね。他厩舎の鳥とは合流しなかったようですね。南西の方向行くと純白のいる厩舎の鳥と一緒に飛ぶんじゃないかなと思っていたんですけども、今日はそうでなかったみたいですね。戻ってきてからも上空を飛翔する鳩たちです。6時30分になりました。ここまでの飛翔時間は50分ですね。今遠征で戻ってきたなと思ったら、その後からまた集団が戻ってきました。2つに分かれて戻ってきました。戻ってきて厩舎の上を飛んでるうちに今一つになったところです。また遠くの方へ飛んでいきました。ただいまの時間6時40分になるところです。今日の鳩の出入りが激しいですね。戻ってきたと思ったらまた遠征に行って、また戻ってきて遠征に行ってってことを繰り返してます。今遠征から戻ってきました。先ほどの波数はちょっと少なかったんですけども、今回の波数は私の鳥ほぼ全数じゃないかなと思えるくらいの波数になってます。まあ、出たり入ったり、忙しい忙しい今日の朝の社外です。気温が高いからあんまり飛びやすいとは思わないんですけどね。今日の飛び方もなかなか見応えのあるいい感じの飛翔ですね。あとは6時50分頃から徐々に降り始めてます。今日の飛翔時間は70分。今日も十分飛んでくれましたね。朝の気温が 27.1 度、ほんとべたつくような湿度の高い天候でしたので、今日はなんか鳩さん飛びにくいだろうなと思いながら社外をしていました。その割には
70分間の飛翔は上出来ですね。まだぐるぐる飛び回ってる鳩がいますね。4割ぐらいの鳩が降りてきて、残り6割ぐらいの鳩が飛び回ってる、そんな気がします。ただこの鳩たちももう70分飛んでますから、それほど長く飛ぶとは思いません。しばらくしたら降りてくるでしょう。この鳩が降りてきて落ち着きましたら呼び込んで今日の社外を終了したいと思います。6時55分ごろ降りてきまして、鳩を撮影していました。何かに驚いて鳩がまた一斉に飛び上がってしまいました。また降りてくるまで時間かかりそうですね。呼び込むのはもう少し先になりそうです。今日の鳩さんの元気さには驚かされます。今日みたく暑い、蒸し暑い日、もうカンカン照りの太陽、真夏並みの気温、こういう条件で飛翔時間70分で降りてきて、すごいなというふうな、私の鳩なのに、驚きです。こんなに車外よく飛ぶ鳩、初めてじゃないかなと思うくらいですね。今日も遠征に行って戻ってきて、また遠征に行って戻ってくるということを何回も繰り返して元気なところを見せてくれました。いや、日々こういうのが続きますと、本当にこれで訓練をやれば、いい鳥に仕上がるだろうなという気持ちになります。試しに訓練なしで秋レース入って、連合会の訓練が何回かありますので、それで能力を磨いてくれれば、それはそれで秋レース頑張ってくれるのかななんて、そんな淡い期待を抱かせてくれるような今日の飛翔でした。ということで、今日も順調な社外ということで終えることができました。本日もこのブログにご視聴ありがとうございました。また次回もお越しいただきたく、よろしくお願いします。失礼します。